ゆっくりこすずです。ゆっくりこまちだよ。今度は2020年度関西外国語大学の高校別合格者数の発表ですよ。一般入試の合格者数だけらしいよ。毎度上位30校の紹介だよ。こまっちゃんがゆっくり読み上げるよ。説明はこの程度にして順位を発表するよ。第22位掛川西高校、西京高校、池田高校、牧野高校、松江北高校、広島南高校、広島高校、松山南高校、宇和島南中等教育学校、高知西高校、第16位クラーク記念国際高校、三島高校、市岡高校、清水谷高校、宝塚西高校、市立西宮高校、第12位越し高校、仙北高校、大阪市立高校、県立伊丹高校、第10位金沢桜ヶ丘高校、住吉高校、第6位生野高校、明石西高校、尼崎稲園高校、紅葉高校、第5位うねぎ高校、第4位泉高校、第3位船入高校、第2位千里高校、第1位桃山学院高校。ここまでが関西外国語大学の合格高校ベスト30でした。またのご視聴、お待ちしております。